カメラを変えたっていうのがあって、ハイトーンだけどナチュラルっぽくしてる人ってあんまりいなくて、それとかもそうですね。なんかもう一個武器を持ってると次の時代勝っていけるのかなって感じはしますね。ちょっと日本を感じれる名前がいいってなって、あれこれ考えて、最初シキって SHIKI なんですけど、田辺先生と改まってこんなご飯だって初めてですよね。そうだね、組手も肩もずっと教わってたんで、いろんなことを教わりました。お父さんが随分熱心だったもんね。あ、そうですね、僕の父もやってた。最近まで一緒だった。そう、僕より後に始めたんですよ、父の方が。むしろ俺の印象では龍よりも先にいるよ、ね、お父さんの方が。そうですよね、印象あるんで。なかった、それは印象残って何やられてもね。いやー、嬉しいです。人が10やんなきゃできないことも、それこそ本当に3とかそこらで優秀っていうかセンスだろうね、やっぱり。結構前昔ですね小学校1年生で入ってるんで。ごめんなさい、さすがにそこは覚えてないから帯が、ね、濁ってきたあたりだよね。そうですね、本当よく一緒にやってくれるようになった4年生とかで、で田辺先生と一緒になんか組手とかやるようになって入賞しだしたこの3玉の大会。いろんな子たちが入ってきたから本当に最初は分からなかったんだけど、やっぱりその中でもこう突出してくる人ってやっぱいるんだよね。その中の人にて、だから空手に限らず何でもそうなんだけど、人を引きつけるっていうのはとても大事だと思うんですよ。なんかなんかパッと見た感じ、こいつなんかちょっと人と違うなと思うと、なんかみんなこっち見てくれるんですよ。それは俺大事だと思うんですよ。その要素の一つにやっぱり形もあるんじゃないかなという気がしますね。多分美容師さんもそうじゃないかな。結構毎年出てて、ちょくちょく決勝とか行ったりとかしてたんですけど、代々木体育館でやるんですけど、決勝とかコートど真ん中一つでやるんで緊張するの。緊張しますよね。試合前とか何にも食べないですよね。それ真似してたんですよ。違うんだよ。食べれないですか。食べると多分出ちゃうんだよ。だから意識的に控えちゃう。あ、そうですね。でもそれ僕なんかちょっとかっこいいなと思ってちょっと真似してた部分。本当に続けてれば多分本当にトップとは言わないけれども、いいクラスまでは決めた選手だと思う。運動神経はいいんだろうな。いや、嬉しいですね。なんかね、そういうところは天性のもんだよね。悔しいことは努力しなさいからね。だからこう成功してるんじゃない。いや、もう今まで通り頑張って、今まで通りで協力できることがあれば努力させていただきますし、なんか随分カリスマ的な雰囲気だから、それを保ちながら引っ張ってください。はい、お世話になる場合もあると思うので、はい、そういう時は、あれちゃいます。嬉しいと感じる瞬間、なんでしょうね。
難しいな。結構感情が乏しいので、あんまりめちゃめちゃ嬉しいみたいなそんなにないんですけど、まあでもお客さんの仕上がりの反応見た時は未だに嬉しいですね。喜んでもらったりとかは、だから美容師続けてるのかなってのはありますね。もともと私も一社辞めて、ユウさんも一社辞めてアルバムで一緒に働いてて、その時私はアシスタントで、でリュウさん今私がいる渋谷店の店長になって、その時にアシスタントについていてって感じだったんですけど、別にそこに恋愛感情はなくまあ後々ねご飯とか食べに行ったりとかして、まあなんか仲良くなっていった感じなんですけど、その時と今と比べてはあんまりなんかそんな差はないというか、ずっとこんな感じで、私が唯一なんかみんなに言うのは、リュウさんってどんな人なのみたいな感じで言われた時に絶対言うのは、マジで走ってるの見たことないんですよ走ってるの見たことないし、めちゃめちゃ怒るとかでもなく、なんか察せさせるタイプ、察せさせるタイプ、なんかこう怒るもの、何かをこうこうこうじゃんっていうよりは、その反応とか態度で、あ、やばいかもって考えさせる。多分別にそう意識はしてないとは思うんですけど、なんかそう感じましたね。そういろんな人について、いろんな人に怒られて教育されてきた中では一番穏やかだけど一番考えたかなって思います。そうですね、なんで結婚したのって言われる時に、私は絶対に、なんかこう尊敬してないと私はやっぱり好きではいられないじゃないですけど、好きな人はやっぱり尊敬したくて、そんな時にやっぱりリュウさんは永遠に超えられないなって思うし、今でもやっぱそうですけど、なんか常に新しいことしてるし、なんか永遠に超えられないなと思うぐらい、やっぱ常に新しいことをなんかこうやってるというか、今だったら YouTube だったりとか映像関係だったりとか写真も常にそうですけど、なんか新しいことやってるなっていうのがやっぱすごいなって思いますし、やっぱ走らないどんな時でもプライベートでも仕事でもガンダッシュしてるのは見たことないです。もちろん四季の代表としてやらせてもらってるので、もちろん店の発展とスタッフの成長だったり夢は叶えたいなと思ってるんですけど、それはもう本当一番ですね。で、まあ個人的な、まあ、趣味じゃないですけど、僕も動画をちょっと頑張ってるので、そこはもう本当勉強してセンス磨いて、ね、本当にそこを極めたいなと思ってますね。そこも頑張りたいなと思ってます。